今回は仮想通貨についての単なる雑談動画になっておりますので、これを見たからといって大稼ぎができるっていうわけではありませんので、ご了承ください。なお、保有している仮想通貨の総額は、この後発表します。まずこれは2019年の1月に保有していた仮想通貨の総額なんですけれども、まあ、10万円ぐらいですね。この講座以外にも、 保有してたんですけれども、まあ当時のデータがないんですけれども、大体全部で50万ぐらいあったと思います。それがどうなったかと言いますと、これは5月の3日時点での仮想通貨なんですけれども、コインチェックの口座の内容はこんな感じになっています。左の22万っていうのは取引口座の残高です。そして右の総資産っていうところの222万っていうのは、 貸し仮想通貨口座内の金額なんですけれども、全く貸さずにそのままになってます。他の動画でも紹介しましたけれども、仮想通貨を貸して金利を取るっていうシステムがあるんですけれども、こちらが申請しても全然役場しないんですよね。まあ、細かい話はそれぐらいにして、結局コインチェックの口座にどれぐらいあるかと言いますと、244万です。 なぜこんなに急に増えたかと言いますと、このビットコインっていうのとイーサリアムっていうのが急に値が上がったからです。仮想通貨と言っても色々あるんですけれども、時価総額で多い1番っていうのがこのビットコインと2番目はイーサリアムなんです。そして現在は1ビットコインが640万円になっておりまして、1イーサリアムは34万円になっています。 ですので0.2ビットコインって言ってもなんとなくピンとこないんですけれども結構これが大きい金額になってるんですなお左のこの赤い線で囲んだところにあるのは、えー、取引口座内の仮想通貨なんですけれどもちょっとずつ買ってるんですなぜこのような細かい買い方をしたかと言いますと、まあ、この中には草コインと言いまして本当に安い仮想通貨があるんですよね 例えば、この一番下の IOST っていう仮想通貨があるんですけれども、これ7円なんですよね。これ買った時は1万円出してるんですけれども、まあ捨てる覚悟で買ってます。このように草コインと言われる安いのがあるんですけれども、まあその中の一つがたまたま爆上げしてくれたらいいなぐらいの、まあ、期待で買ってます。そしてもう一つの ビットポイントっていう会社の口座には56万ぐらい入ってます。こちらの口座はもうほとんど使ってなくて放置してありますので、まあもったいないって言えばもったいないかもしれません。なお赤い線で囲んだところにトロンという仮想通貨があるんですけれども、まあ大チャンスを棒に振ってしまいました。こちらはトロンのチャートなんですけれども、このトロンという仮想通貨の取引が始まったのが、 3月の17日だったと思うんですよね。その時に1万円分だけ買ったんです。なお、トロン自体は前からあるんですけれども、日本の国内において取引できる場所っていうのはなかったんです。それがビットポイントで初めてこのトロンを扱い始めたわけです。そして私は、まあこのトロンも草コインの類だと思ってますので、 1>, まあ1万円分ぐらいならいいいななかと思っって買ったんですよねそれが、今2倍以上になってますすからねですがやっぱり怖くて買えないですよね、最初の訳のわからない仮想通貨っていうのは。そういうことがありまして、今回思い知らされたっていうのは、日本で初めて取り扱いが始まった仮想通貨っていうのは、もっと下調べをして、事前にチェックするべきでした。 まあ今更何を言ってもしょうないんですけれどもまあ1ヶ月で資産を3倍にするチャンスがあったってことです話を切り替えまして次は入出金履歴を見ていこうと思いますつまり仮想通貨の口座にいくら出資してそれがいくらになったかっていう比較をするためですまずコインチェックの方は100万出資してますその後35万円ぐらい引き出してるんですけれども この理由っていうのが2018年の1月26日に起きたコインチェック事件のためなんです。詳しい内容はこの動画の最後のところにリンクを貼っておきますけれども、まあ、シリーズになっておりまして、ひどい目に遭いました。結局会社の組織が変わりましたのでそれを信用して残りの64万ぐらいはそのまま口座に残しておいたんです。 もう片方のビットポイントの方の入出金履歴ですけれども、まあ、結論を言いますと31万円は出資したってことです。なお、入金の61円っていうのはちょっとなんだかわかりません。そしてコインチェックの方の64万円と、えー、ビットポイントの方の31万円の合計である約95万円を仮想通貨に投資していたことになります。ですので、 評価益っていうのはだたい200万ぐらい出てるわけです。ですので、すごく慎重な方でしたら、この95万円分の仮想通貨を売ってしまって、そして日本の円として引き出してしまえば、あとは元が取れてますからね。ただ、困ることがあるんです。税金の問題です。仮想通貨の売買益は雑所得になってしまうんです。 確定申告の動画は別にアップしてあるので省略しますが、えー、株や FX と違って雑所得は本当に困るんです。対策といたしましては年末に総合課税の金額を見ながら少しずつ利益確定していくか、もしくは FX のような申告分離課税になるまで待つしかないんです。こちらは国税庁のホームページにあります 所得税の税率っていうところなんですけれども、私の場合はここになるんですよね。これはまだ少ない方なんですけれども、もし4000万以上の売買益が出てる方っていうのは45、45%ぐらい持ってかれるんですよね。さらに住民税っていうのが別に取られますので、最大で55%取られます。 そういうことがありますので雑所得っていうのは困ってる人いるんじゃないでしょうか。例えば100億円の売買益を得た場合なんですけれども、これが株や FX なら大体20億ぐらいの税金で済むんです。ところが仮想通貨は今の税制だと約55億円の税金を取られることになるんです。つまり、 株や FX よりも35億円も多く取られるんです。さすがに100億円単位で保有している人はそんなにいないと思いますけれども、数千万や数億円ぐらいの人っていうのは結構いるように思います。例えば、私の親戚の知人が、えー、仮想通貨で3億円稼いだっていう話は他の動画でも紹介しましたよね。 あと、これは初めて話す話なんですけれども、2017年の秋頃だったと思うんですけれども、その時に無料の金融セミナーっていうのがありまして、その中で仮想通貨のことを学んだんですよね。そのセミナーの講師の上司の方が、ズームみたいな配信で自分の持っているスマホの口座を見せてくれたんですけれども、そこに どうも何億っていう当時のビットコイン持ってたんですよね。ですので、当時のビットコインを今も保有し続けているとしたら、えー、時価総額でだいたい40億から50億円持ってることになります。ただ、そのセミナーっていうのは仮想通貨の売買益を上手に設営する方法として、日本の税制に縛られない方法も教えてましたので、多分うまくやってるでしょうね。 まあそういうこともありましたけれども私は別にマネーゲームにはまりたくはないのでそこまで本腰を入れて仮想通貨へ投資をしようとは思わないですですが人生の一発逆転を狙うなら出遅れの草コインを少しずつ買って長く放置するっていうのもいいかもしれませんねそれは自己責任でお願いいたしますあとは 仮想通貨に関する実際にあった質問などをここで一度にまとめて答えていこうと思います。どの草コインを買えばいいですか個人的に教えてくださいって言って実際にあった人に二人に聞かれたんですけれどもこれにつきましてはわかりません。次へ行きまして仮想通貨は普通のお金と何が違うんですかって言って私も勉強を始めた頃に聞かれたことがあるんです。 まずこの普通のお金が何だっていうことをこっちから聞きたいくらいなんですけれどもまあ一般的には日本の円とかアメリカのドルのような法定通貨のことなんでしょうね細かく説明すると商業系の大学とかで習う貨幣論のまあ教科書を見ていただいた方が早いと思うんですけれどもあんまりここでそれを説明しても小難しくなりますので簡単に説明します日本の円は バックに日本がいます。そしてアメリカのドルはバックにアメリカがいます。過去にジンバブエドルっていう、まあ、バックにジンバブエっていうまあ国が発行している法定通貨があったんですけれども、これはなくなりました。ですのでバックに何の国がついているかによってその通貨の信用度が変わってくるんですよね。では、 仮想通貨のバックには何がいるかってことなんです。例えば、史上最大の時価総額を誇るビットコインっていう仮想通貨は発行元が存在しません。ですが、発行元はいないんですけれども、最大発行枚数が2100万ビットコインっていうのをプログラムで決められていますので、そこに貴重性があるんです。 例えば、欲しいっていう人がいっぱいいるのに、数量が限定されて少ない場合っていうのは、すごく価格が上がっていきますよね。そして、普通のお金と言われている日本の円とか、アメリカのドルっていうのは、まあ、こんなこと言っちゃなんですけれども、中央銀行と政府は分離はしていますけれども、金、すりたい放題ですよね。そういうこともありまして、 お札をどんどんすりまくると、貨幣の価値が下がってきますよね。そこですごくお金を持っている人たちっていうのは、貨幣の価値が下がる前に、数量が限定されている、貴重性のあるものの方へお金を移動させようとするんです。そういうことがありましたので、えー、ビットコインもそうだし、株も、あと貴金属の価格も今すごく上がってますよね。次へ行きまして、株と 仮想通貨、どっちがいいのかっていうのを LINE で聞かれました。これは株の方が圧倒的に信用度があります。なお、これは個人的な意見なんですけれども、投資先の分類で、まあ安全と危険のレベルを示した表なんですけれども、こんな感じなんです。株も仮想通貨もまあ危険の類の方なんですけれども、まあそれにしても株っていうのは 会社が実際にありますからね。質問で株と仮想通貨のどっちがいいっていうことを言われたんですけれども、結局株とか仮想通貨だけにこだわらない方がいいです。いろいろな投資先があるんですから、一つのところにドカンと入れないで、まあ分散して行った方がいいです。これで終わりますけれども、この動画の視聴数の伸びに応じて、 次の仮想通貨動画を作るか決めます。今回はこれで終わります。